大阪市交通局70系電車大阪市交通局70系電車大阪市交通局70系電車は1990年平成2年3月20日に営業運転を開始した大阪市交通局の高速電気軌動大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地専用の近景電車リニアメトロ車両2018年平成30年4月の 大阪市交通局民営化に伴い、大阪市高速電気軌道、大阪メトロに継承された。同線の開業に伴って投入された、開業時の路線名は、鶴見緑地線。日本の営業用の鉄道車両では、初のリニアモーター駆動車両である。また、車体の大きさは、やや小さめとなっている。1990年、平成2年3月20日の鶴見緑地線。 京橋駅鶴見緑地駅間開業に合わせ、営業運転を開始した。統計列では、日本初の営業用鉄輪式リニアモーターカーとして、リニアモーター駆動方式が採用された。鉄輪式とは、車両自体は浮上せず車輪で支持するものである。採用の理由は、経済的と輸送的なもので、直線上の板状モーター仕様による車両の低償化により、トンネルの断面を小さくして、 トンネル工事費が削減できることと、急勾配や急曲線でも無理なく走行できるため、建設場所が限定されないこと、将来の輸送需要が重量程度であることなどが挙げられる。主回路は G とサイリスタ素子による VVVF インバータ制御である。当時、日本ではリニアモーター駆動方式に関する実績が乏しかったため、1988年、 昭和63年3月に南港の試験船、地下鉄協会で試作者の走行試験を実施し、導入が決定した。70系は以上のような理由から、1991年、平成3年8月に鉄道とものカイローレル賞を受賞した。本系列は1993年、平成5年から1996年、平成8年にかけて、 ワンマン化改造が行われて、1996年4月からは、ワンマン運転が実施されている。路線名が、長堀鶴見緑地線に改称された1996年、平成8年12月11日の震災橋駅、京橋駅間開業時と、1997年、平成9年8月29日の大正駅、震災橋駅間、 スルミリオ口駅かド南駅間開業時にも増備され、2007年、平成19年現在、4両編成25本、計100両が在籍する。製造時期によって、外観や内装に相違がある。車体はアルミ合金製で、フッ素樹脂、塗色はアイボリーホワイトで塗装されている。第3機上方式の 20K などよりも車体長が短いため、 客用扉は1車両あたり3カ所、側面である。客用扉の間には、車外スピーカーが、車端部の窓上には、大阪市交通局で、初めて LED 式の行き先表示器が設置された。全編成とも、落成時から廃唱機、スカートを装備している。客室側窓は、加工式である。運転台は、当初より、ワンマン運転を考慮し、 進行方向右側に、非常扉は、運転台と逆の左側に設置された。これは、新20系とは逆の配置である。終電装置には、日本の鉄道車両で初めて、シングルアーム式のパンタグラフを採用した。鶴見緑地線の開業に伴い用意されたグループ。第一代13編成がこれにあたる。先頭部分の塗装は白をベースに、7。 長堀鶴見緑地線の正式名称、大阪市高速電気機,機動台7号線にちなむを変形させたマークが入っている。側面行き先表示器は赤一色で表示される。更新工事で順次、三色 LED に交換が進められている。なお、1990年3月20日の開業から、同年9月の花の万博終了までの期間は、全面非常口部分の倉庫に、 花の広しの公式シンボルマーク、側面ドア横に公式キャラクター、花ずきんちゃんのステッカーが貼り付けられていた。南港の試験線で使用された4両の試作車は後に、整備され、リニアモーター駆動方式の2両は7061、試験時7051、7161、銅7151号車に、ロータリーモーター駆動方式の2両は7262、 同73917113同7691号車になった。この元試作車の4両は連結面、爪面上部に、型、段差がある点が、量産車との相違である。試作車は落成当初から南高の試験線での試運転終了までは、未塗装でラインカラーを貼り付けただけであったが、量産車に組み込む際に塗装された。また、 主運転時には、方向幕に、第一期開業の駅である、京橋、横包、鶴見緑地、改装、臨時、市運転のほデリニアモーターカー、ロータリーモーターカー、エキスポ90との字幕も用意されていたが、これも営業運転開始までに字幕を交換したため、現在はこの字幕は入っていない。なお、方向幕は、大阪市交通局の車両では初めて英文表記を追加した。 ミト総大より、リニアモーターカー、ロータリーモーターカー、エキスポ90表示を除く。1996年の京橋駅、新西橋駅間の延伸に際して、第14代23編成が、1997年の新西橋駅対象駅間とつるみ緑地駅、門間南駅間の延伸に際して、第24代25編成が追加で、製造されている。 外観、塗装が一時車とは異なっており、先頭部分は長堀鶴見緑地線のラインカラーである黄緑をベースに7を変形させたマークが入っている。フロントガラスは一時車では角が丸みを持たせたものになっているが、このグループは角が角張ったものに変更されている。側面行き先表示器は3色 LED を採用した。なお、このグループは 非常扉の窓ガラス下部にリニアモーターを表すリムのロゴマークが入っている。第18編成からは、客用扉のガラスは、単板ガラスから、服装ガラスに変更されている。車外から見ても、客用扉の窓周りに太い縁取りがあるため、判別は可能である。車内空間を最大限確保するため、扉は床上から1400ミ、mm、リメートルの位置で、 ガラスとも内側に折れ曲がっている。扉と扉の間の座席は6人掛けである。全車両の貫通扉の上部に LED 式の車内案内表示機が設置されている。この案内表示は新20系や66系のものとは違って上下二段式となっており、並行して一度に2つの情報を表示することが可能でる。また、表示機のスペース全体を使用して、 各駅の発車直前にリニアモーターカー7000が表示されるほか、一部の駅では到着前に沿線の名称をイメージしたイラストが表示される。例として、ドーム前、千代崎駅では京セラドーム大阪、新斎橋駅では新斎橋の欄干、京橋駅では高層ビル群とその下を走る電車、鶴見緑地駅では鶴見緑地と命の塔、門真南駅では 波はやドームである。かつては、駅間で、リニアモーターの構造の解説の表示も行われた。ただし、工述する更新工事施行者は、新二重系と同系の機器に交換されている。開業時から運用されている第、第1代13編成と後の路線延伸に、伴って増備された第14代25編成とで、内装にも相違がある。第代編成の内装は、 ベージュ系の化粧板に小さな白い花が配されてる。貫通扉の部分は色が濃い。床は茶色とクリーム色の2色である。製造当初は車椅子スペースがなかったがワンマン改造に際して設置された。これにより定員が変更され、先頭車は90名、座席32名から89名、同28名、中間車は100名。 座席40名が101名、同38名となった。車椅子スペース脇、第14編成以降では二人掛けの座席がある部分に座席はない。路線延伸に伴って増備された第14第25編成はやや明るい内装となったが、化粧板に花の模様は配されていない。床は茶色一色である。また、製造時から車椅子スペースが設けられている。 また、各車両には、車椅子スペースが設置されているが、インターホンは、車椅子の高さで利用することはできない。乗降扉は開閉の際、ドアブザーが鳴る。ブザーは66軽消機車と同じである。台車直上には、台車点検外が設置されている。一時車の進行からすでに約20年が経過したため、更新工事、中間更新が実施されることとなった。 施行は大阪車両工業。最初に施行された第13編成は2011年、平成23年3月4日に営業運転を開始した。更新内容は以下の通りである。また、2013年、平成25年3月1日付で更新工事が実施された7109回以降の改造に関しては客室照明の LED 化、天井部へ、 手すりの追加設置、床材の変更が行われている。二千十五年、平成二十七年七月二十一日付で、更新工事が実施された七千百五回以降の改造に関しては、さらに車内、車体のデザインが変更された。長堀鶴見緑地線の沿線に、花博記念公園鶴見緑地と大阪城公園があり、華やかなイメージがある長堀通りの下を走るため、 改造に際し、花屋具をコンセプトに行われた。車内では、大阪市の花である桜から、扉が桜の模様、床が桜色となり、桜色の吊り革も取り入れられた。車体では、可動式ホーム柵で隠れる、側面層下に何もデザインされない代わりに、側面窓上に桜色の帯が配された。 2016年度施行の7106回からは一部の荷物棚を撤去し室内送風機を設置した。なお、新20系中間更新施行車に設置されているスタンションポールドア開閉予告ランプは本系列では設置されておらずドアチャイムの設置もなされていない。また、一部の編成では中間更新と同時に全消灯が LED に更新されている。 全商灯の LED への更新は中間更新とは別に施行された車両もあり、中間更新未施行で全商灯が LED に更新された車両もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。